思い出のアルバムを子供と一緒に見てますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカッチですこんなテンションやったっけはい親も子も楽になるゆるめる子育て始めていきたいと思います今日のテーマは愛情不足とは言わせない子供に愛情を上手に伝える方法22選です22個あるみたいです はい先ほどうわって書き出して、えー、全部言えるかな言います頑張ります早速ですけどあなたに質問です子供がかわいそう愛情が足りてないかもしれませんねそのようなことを担任の先生とか保育士さんとか近所のおばちゃんとかに言われてもやもやしたことありませんかもしかしたらうちの子愛情不足かも 不安になったことありませんか自分が子供の時に自分の親に十分愛してもらえなかった話を聞いてもらえなかった構ってもらえなかった気持ちを受け止めてもらえなかっただから自分の子供をどうやって愛したらいいかわからないそのような相談もありました言うまでもないことですが子供に愛情を伝えることこれは大事ですよね めちゃくちゃゃく大事ですよね自分は生まれてきてよかったんだここにいてていいんだ僕は邪魔にならないんだそのような感覚を育てていくことが 親と子の間の愛着関係を育んでいき、そして子供の自己肯定感を高めていくということで。自己肯定感っていうのは、子供の生きる力を育てる上の土台中の土台の部分です。ここの土台をしっかり固めてから、算数学ぶ、英語学ぶ、スイミングする、そういう専門知識が生きてくるということですね。自己肯定感を高めるためには、親子の愛着関係が大事であり、親子の愛着関係を、えー、育てていくためには、 愛情を伝えること自分は愛されているんだ生まれてきてよかったんだここの場所にいてていいんだと実感させること大事だと思います今回は僕が親御さんに紹介している子供に伝わる愛情表現の方法を厳選して22個紹介させていただきます最後まで聞いていただけると愛情を伝えるって意外に簡単やんこれなら私もできそう 思思ってもらえると思います、はい、そんな感じで、えー、緩く、えー、全力でぺちゃこちゃお話ししていきたいと思います。この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね もう今ポチッと押ししていいいたただら嬉しいです。あと、概要欄にあの公式 LINE の案内もあります。公式 LINE 登録していただいたら、自分の中にある生きづらさをどうやって緩めるのか。いわゆるその人生脚本が原因なんですね。生きづらいのは。その人生脚本を見つめ直して、自分が心が楽になる、ね。自分が納得できる人生を作っていく。納得できる子育てを作っていく。そのための講義動画26本を公式動画で 公式ででプレゼントししててますなので概要欄から登録してみてくださいはい、ということでね、えー、早速いきましょう。もうイントロを取り終えたらで、ね、安心するんですよ。こっからはね、あのー、緩くて大丈夫なんで、イントロって大事じゃないですか。最初、この動画はどんな動画なのかと。 なぜならこれも多分60分とか80分とか長い動画でしょ長い動画なので、まあ、この動画を聞いたらどんなえ,えことがあんねんということをね、えー、あなたをね、こう説得しないと聞いてもらえないんですよで。ここまで聞いてくださってるということは、あ、ちょっとこれ先聞いてもええかなって思っていただいたってことでよ,よろしいですかいいよね、いいよね。 はい。ということで、ここからはるくやっていきたいと思うので、あの家事しながらとか、えー、なんかお散歩しながらとか、そういう風にね、作業系 BGM という形でね、えー、聞いていただけたら嬉しいです。はい。えー、これ22個紹介するけどね、えー、全部やらなあかんとか、えー、全部できへんかったら罰つけるでーとか、そんなことはあらへん、あらへんやから。 22個聞いて、あ、なんかこれならできそうと思うところからね、ちょっと実践していただけたら嬉しいです。で、実践したらね、どうだったかコメントも残してくださいね。はい、えー、それではいきましょう。1つ目、名前を呼ぶ。うん、これできるよね。<laughs> これできそうよね。うん、なんかこう、子供が呼んでほしい名前で呼ぶのもいいかもな。大ちゃんとかね、大、え、殺、ー、すけとかね、えー、たくちゃんとかね、たくろうくんとかね。 なんかね、あのー、いろんな,な呼び方があるわけじゃないですか。ね。いろんな呼び方がある中で、子供が一番反応が良さそうな名前を呼んであげたりとか、なんて呼んでほしいって聞いてあげて、その名前を呼んであげてもいいかもしれんね。うん。なんかその、時々変わるかもしれん。今月は、じゃあ、えー、メタゴ、メタドラゴンと呼んでくれ、とか言われて。じゃあ,あ、メタドラゴン、朝ごはんだよ、メタドラゴン、え、えーえー、学校行くよ、みたいな。 感じでね言うてもいいしまあ毎月のようにね呼び名が変わってもええやろうし、ちょっと大変かもしれへんけど、とにかく子供がねのこ心が良くなるというか、心地が良くなるような名前を呼んであげるっていうのはすごくいいですね。別にあだ名じゃなくても、普通の名前でもいいよ。ダいちゃんとかタークちゃんとかそんなんでもいいから、名前を積極的に呼んであげるね。名前をね、1日にどれぐらいやろう。 僕もレッスン、ワンレッスンの間に、一人最低3回は呼んでますよ。10人裏クラいるクラスでもね。いいね、拓郎とか。お、たけしその技、グッグッグッとみたいな感じでね。<laughs> 最低3回は呼んでると思う。一回ちょっとカウンターやってほしいな。いや、5回ぐらい呼んでるかも。10人のクラスでも。うん、30人となると、2回やな。2回。2回やな。30人ぐらいとなると2回。 だけど、まあ、僕一人で呼ばなくても、あのー、なんかアシスタントコーチもいいので、僕が2回。で、えー、あとアシスタントーとかコーチが2回、2回、2回って呼んだら、それで2、2×4 で8でしょうん。だから僕一人で呼ばなあかんってことではないので、クラスはね。大人数となれば。そうなれば、あのー、みんなで呼ぼな、みたいな感じで <laughs> やってるかな。それちゃんとあるんですよ。名前を呼ぶってことだったり、挨拶、プラス一言。おはようっていうだけじゃなくて、名前を呼んで、おはよう、拓郎ちゃんとか、おはよう、拓ちゃん。 なんか楽しいことあったってお挨拶プラス名前プラス一言みたいなね。こういうことを大事にしようっていうのもね、うちらのマニュアルにあるんですよ。マニュアル、マニュアルあるんですよ。うちのスクールにもね。非認知能力を高めるための24の行動シーン。そこをベースにしてね、プラス25もあるんですけども、まずその24。24の中でね、えー、っと、挨拶プラス名前プラス一言。ね、それでちょっとこう、関係を縮めていくというよと。あなたがここにいることを認めてあげるよと。ね、ここにいていいよと。 いうことね、えー。挨拶をすること。名前を呼んであげることで、えー、示すということ。これですごく大事やね。そして、結構簡単。はい。二つ目。スキンシップ。まあ、これはね、もう、言うまでもないんですけども、スキンシップって言ったら、ハイタッチとか、握手とかね。昨日、可愛かった。昨日、ダンスレッスンでね、えー、少少クラスが終わったときに、ある男の子がね、まあ、5歳の子かな、えー、同じ5歳の女の子がいるんですよ。〇〇ちゃんどこ〇〇ちゃんどこあ〇,〇ちゃんはあっちおるよって言って。 じゃあ、まるちゃんのとこ行ってね、まるちゃんのとこ行って、まあ、レッスンが終わりやから、バイバイって言うんかなと思ったら、バイバイって言う前に、握手しようって。うん、握手しようって。そで、その、ねそのまるまるちゃん女の子なんですけど、その子もちょっとまあ、不思議そうな顔をしながら手を差し出して、握手してたよ。うん。めっちゃ可愛かった。ほん,ほんま可愛かった。 めっちゃ可愛かった。うん。ということで、ね、<laughs> とにかく子供でもね、こうなんとなく分かるんでしょうね。スキンシップをすると心地が良くなると。まあ,あ、オキシトシンというホルモン伝達物質も有名よね。愛情ホルモン。スキンシップをすること、特に親子の中でね、スキンシップをすることで、そのオキシトシンというホルモンが分泌されると。で、オキシトシンが分泌されると、不安とかストレスも軽減する,するし、そしてなんか包まれているというか、 なんか自分はここにいていいんだ。愛されているっていう、えー、実感も得られるということね。ハグをしたり、スキンシップをしたり、タッチをしたり、えー、どんな形でもいいと思います。スキンシップ、おすすめです。僕がするスキンシップ、まあ女の子とかもいるので、うーんなかなかちょっとこう、難しい部分はありますよね。触れるってことに関しては。だけど男の子はもう積極的に触れるかな。ハイタッチとか、こうトントンってやったりとかね、握手したり、バイバイって言って、こう、ね、あのー、 タッチ紹介したりとかー結構女の子はね、ちょっとこう、向こうが来た時にはタッチするけど、ハイタッチぐらいはするかな。うんこう3年生、4年生ぐらいだと、ちょっとこう、距離感がね、大事になってくるので、まあ、そこら辺はちょっとこう、スキンシップ以外の方法も使ってるんですけどね。それをね、これから先、紹介していきたいと思うんですけど、子供に上手に愛情を伝える方法、その3ですよね。はい、アイコンタクト。あ、これはもうシンプル。どう今んとこ3つともできそうじゃない まあ、いきなり全部やれって言ってるわけじゃないですよ。アイコンタクトってまあ、目を見るってことじゃないですか。目を見る。アイコンタクトはプレゼントです。あ、もう一回言いましょうか。アイコンタクトはプレゼントです。はい。じゃちょっと言ってもらっていいですか。3、はい。はい、ありがとうございます。<laughs> でしょアイコンタクトプレゼントなんですよ。で、アイコンタクトは目を見るだけで相手にギフトをくれるんですね。 これコミュニケーションでものすごく楽じゃないですか、ね。やっぱコミュニケーションの中で相手と距離を縮めたいであったりいい関係を築きたいってあるわけでしょ。アイコンタクトを送るだけでいいんですよ。話しているときも、あなたに話しているんですよ,って,ですよっていうのを目を見ながら話す。話を聞くときも、あなたの話を聞きたいんですよ。興味があるんですよっていうことをアイコンタクトで示す。これシンプルですよね。これは愛情を伝える方法。アイコンタクトはプレゼントということです。はい。じゃあちょっと、重曹クエン酸水。 蜂蜜入りのやつ飲みます。はい。4つ目。他人と比べない。あー、これね。す、ま、べ、あ、てのコンテンツに出てきそうやな。あの、おかちすでにもう10本ぐらい撮ってるのかな、もう動画。撮ってるんですけど。あ、長尺動画10本ぐらいあるよ。聞いてよ、みんな。あの、タイトル見て、私に関係ないと思っても、ぜひ聞いてくださいね。作業しながらとかでも大丈夫やからね。えー、っと、他人と比べない。これ毎回出てくるわな。いや、これやっぱ大事よね。 まょ、あ、うと比べない、お姉ちゃんと比べない、下の子と比べない、そういうことですよ。で他の子と比べないね。そうすると、僕ってここにいてはいけないんだって、ねおね。お兄ちゃんの方が好きなんだ。弟の方が好きなんだ。僕は好きではないんだ。ってなっちゃうこともあるよね。誰かと比べて、誰かと誰かと比べて優れているから、 私は愛されているんだ。ではなくて、誰かに勝っていても負けていても、あなたはここにいていいんだよっていうメッセージを与える。これが上手な伝え方ですよね。上手な伝え方ですね。そもそも自己肯定感というのは無条件の肯定ということで、テストの点数が悪くても、100点取れなくてもね、レギュラーになれなくても、自分は OK って思える感覚ですよね。そうですよね。なのでなので、それを自己肯定感を育てるためには、子供の周りにいる大人。 親がね、親がね、無条件の肯定をメッセージと伝えていく。それは言葉でもそうだし、さっき言ったスキンシップ、非言語でもそうです。はい、そういうことなので、他人と比べるっていうのはまさにその条件付きの愛情っていうことですね。なので、なので、他人と比べなーい。でも、比べてしまうのは仕方ないんですよ。この前も話したけどね。そう、比べてしまうのは仕方ない。でも、比べた後の行動を変えたらいいんですよ。比べた。あ、うちの子は他の子と比べて字を書くのが遅いんだなと。計算が遅いんだなと。 ねえー、息継ぎがスイミングの息継ぎ、ないつもスイミングの息継ぎの話。で俺なんでこの話するかって,って僕ができなかったんですよ。子供の時ね、上手な息継ぎの方法が分かんなかったんですよ。なんかえー、クロールでも1、2、3で吸うのか、1、2で吸うのか。 とかね、こうやってほってこうなった時に息吸ってる時に顔の角度どこなのかその時目は開けていた方がいいのかとかね <laughs> なんか変なことを考えてしまって息継ぎがねものすごい苦手だったんですそういうトラウマがあって結構ねあのー、例え話に息継ぎの話ばっかり出てきますけどあと団子団子の話ねお団子作る話ねこれお団子作るって僕ねあの、小学校の時にめちゃくちゃ強かったんですよ あの誰が一番硬、ね、いお団子を作るのかっていう対決をやっててで僕はその、ね、あのどこだったかな裏山にある土赤土を作った使ったらこれめちゃくちゃいいあ,のあれができるとお団子ができるってことを自分で発明して、ね、それでやったら、ね、みんなのお団子より硬かったんですよあの対決するんですよお団子対決ってわかりますおかっちのお団子を、ね、下に置くでしょで、えー、友達のお団子をそこから1 0ンチ上から落とすんですよポッとで次は交代おかっちのお団子を上からポッととす。 で、先に、えー、壊れた人が負け、そう、その対決ね、お母ちゃん、勝ったんですよ。めっちゃ強かったんですよ。めっちゃ硬いお団子を作れるんですよ。そうまあ、そういうことでね、もうお団子の話の例も多いけど、何の話あ、他人と比べないな。そうそう、他人と比べるのも仕方ない。もうこれ本能的に人と比べるっていうのはねあのー、脳に組み込まれているので、そういうプログラムなんで、それをね、解除するってなかなか難しいんですよ。そういう風にできないことをやろうとするよりも、できることはね、 比べた後の行動です比べた後に子どもにそれをどう伝えるのかであったり比べた後にあうちの子できてないから欠点を直さないといけないと思って欠点を直すようなところに通わせるのか別にそれが悪いことではないんだけれどもそこに子どもの気持ちがなかったらね、えー、僕はダメな子なんだとこの問題があるから問題を直さないと愛してもらえないんだってなってしまう子もいるかもしれませんよねここに子どもがねをうまくなりたいって思ってるんやったらいいんですけどね 息継ぎ上手になりたいと思ってるんやったらいいんだけどね、うん。そうそう、他人と比べない。これすごく大事よね。他人と比べた上でどう行動するのか。ね、それを,それを、えー、親が不安になってしまって、その不安をメッセージと伝えてしまうと、子供も不安になるよね。不安っていうのはやっぱその愛情の逆なんでいや。愛されているのかな、大丈夫なのかなと。不安になっている状態って愛情を感じにくいんですね。感じにくい。だから伝わらないんですよ。うん、だから他人と比べない。上手に伝えるために不安を与えないことが大事。 不安を与えないということは人と比べないということね。比べた後の行動を変える。はい、5つ目、結果にこだわらない。まあ、これもね、えー、不安を与えないということに近いんだけど、まあ、結果にこだわると、まあ、中学受験、なんとしてでも合格しないといけないとここまで5年間バスケ練習してきたんだから、地区大会絶対優勝しないといけない、レギュラーとして活躍させないといけないみたいに、親が期待を強く持ってしまうと、どうしても結果を出させてあげたいと、ね、なるんですよ。 子供に自信をつけさせてあげたい。子供が頑張ってる姿を見てるから、な、勝ってほしいと、負けてほしくないと思うんですよ。で、ね、自分自身もね、なんか子供が成功すると嬉しいなって、自分の自己肯定感が上がるなっていうのもあってね、ついつい結,に結果にこだわってしまう。そうするとね、子供も苦しくなるんですよ。先ほどお伝えした通り、不安っていうのは愛情の反対側なんですね。愛情の反対側に不安があるんですよ。不安を伝えると愛情が伝わらないんですね。 結果にこだわる。親が期待、えー、結果に対して期待しすぎていたり、えー、結果をだ出すような、えー、結果を出せみたいなね、直接結果出せみたいなことを言わへんと思いますよ。<laughs> なんか、中学受験合格してくれたら嬉しいなみたいなところが出て,出てきたり、ねえー、ピアノの発表会優勝してくれたら嬉しいなとか、そういうところを出しすぎていると、子供にはそれ伝わるので、 伝わるので子供プレッシャーになってやってることが面白くないとか不安な状態になって僕は私は愛されているのかなって、ね、一番にならないとダメなのかな嫌われるんかなってなってしまう、ね、そうすると子供の心も不安定になるでしょなので結果にこだわらないということこれはすごく大事なことだと思いますはいえー、っと次は6番ね子供に選ばせるこれどうやってる あの全部が全部選ばせるの難しいよ。今日何食べたいって朝ごはん聞いて。昼何食べたいってそ,れそれ無理や。な <laughs>。子供が食べたいものばっかりつくの大変や。なあの。冷蔵庫にもね、余ってる食材もあるし、すべてがすべて子供に選ばせる、決めさせる。これはもう現実的に無理です。 無理なんだけれども、えー、全部が全部逆に親が決めてしまうっていうのはすごく子供に選ぶ機会を与えないということ。選ぶ機会を与えないということは、自分は任せてもらえないんだと。自分は信頼されてないんだってなる,なるよね。自分の意見とか自分の気持ちは尊重してもらえないんだとなれば、ねえー、自分は肯定されているって感覚にはなりにくいよね。ね逆に子供に,、えー、え子供に選ばせてあげるとか、ね、えー、っと、え、なんか、 今日今からね、午後1時間、時間あるんだけど、なんかやりたいことあるかな図書館でもいいし、えー、本屋さんに行くのでもいいし、えー、映画でもいいよ、なんかしたいことあるっていう風にね、えー、聞いてあげるとね、あ僕が選んでいいんだ。僕の気持ちを大事にしてもらえてるってなるよね、なるよね。なので、えー、子供に選ばせるということ。 何々しなさいって指示するのではなくて、何々はどうとか、ねえー、疑問語にする。どっちがいいっていう風にね、えー、疑問語にしていくと、えー、自分の気持ちを尊重してもらえたってなって、愛情は伝わりますよね。はい。7つ目。家族会議をする。うーん家族会議に招集しましょうということです、えー。これもね、家族のメンバーの一員として、えー、僕はちょっと認められたってなるわけじゃないですか。 ねえー、親だけが決めた親が決めたことに従わないといけないじゃなくて、えー、こ,のこのリビングでねどうやって居心地よく過ごすのかであったり家庭内で問題が起きた時にそれを、えー、家族全員集めて話し合うそういう機会に、ね、子供を呼んであげると尊重してもらえた大事にしてもらえた僕も仲間なんだと、ね、所属意識も持てるし、えー、居場所を感じられるわけでしょ尊重してもらえたってなるわけで家族会議あまず家族会議どうやってます もちろんやってる方もいればやってない方もいるし別にこれ絶対やれって言ってるわけじゃないですよでも家族会議ってものすごくメリットがあるから。 で問題が起きたときに、もし家族会議をしてなかったらあ、それは親が解決する問題、それママが何とかやってとか、それパパがやることでしょってなって、他人事になるんですね。でも家族会議をして、それをチームの全員でその問題に取り組むとなると、えー、片付けをしていないってやったりなんだろう、散らかっているっていう問題であったりね、夜,夜になってもこうピアノ演奏してうるさいとか、そういう問題が自分ごとに変わりやすいですね。 我々のミッションは、ここにいるお父さんもお母さんも、そしてお兄ちゃんもお姉ちゃんも、全員が心地よく過ごすこと。それがゴールだよねって。で、そのために今こういうふうな課題が上がってきたんだよって。お姉ちゃんがね、えー、なんだろうな、勝手に、勝手にたけしくんがお姉ちゃんの鉛筆を使うって、プンプン言ってるんだよねって。お姉ちゃんがちょっと居心地悪いみたいだけど、なんかできることないかなみたいな感じね。 それは別にそのあの子供の問題だけを話し合うっていうことじゃないよ。なくてもう家族全員の中で、えー、取り組みたい問題とか課題っていうのをそこで話すっていうのはいいんじゃないかなと思います。でその家族会議っていうのも問題だけ話すんじゃなくて、なんかこんないいことあったよーっていうね。 えー、例えばね、たけし君が野球の先生にね、コーチに、えー、今日のバッティングのフォームかったなって褒められたよみたいな形でね、えー、いいところを伝え合うであったり、グッドニュースもシェアするっていうのも結構いいですよね。問題ばっか話すんだったらちょっと面白くないからな。うん、家族会議が楽しい場になればいいですよね。8つ目、つらい時にそばにいる。うーん、これ愛情感じません 僕たち大人もそうじゃないですか。一番苦しいとき、一番辛いときに離れずにそばにいてくれる。それ嬉しいよ。おかち、一番苦しいときはやっぱコロナの時のあの緊急事態宣言出たとき。そっからね、毎月ね、80万円ぐらいの赤字だったんですよ。<laughs> わかります貯金通帳から毎月80万なくなるんですよ。と80万なくなるんでちょ。ちょっと、ちょっと嫌でしょ。嫌どころの騒ぎじゃない。いや、もちろんコロナで融資できるよ。借金できるんよ。 250万借りた。でも計算して。250÷8。えー、っと、3。3ヶ月で尽きるんよ。わかった。お金借りれるよ。250万借りた。でも3ヶ月で尽きる。で、また借りるんかい。250万借りた。3ヶ月尽きる。500万だった。融資借金。どうやって生きていくんよ、これから。真っ黒になったよ。真っ黒、真っ白。どっちでもいいです。 とにかく、あのー、思考停止になりましたね、うん。その一番苦しい時に、苦しいって素直に撮ったんですよ。YouTube で。どっかにあります。おかちの YouTube のどっかにある。2021年やったかな。どっかにあるんで見てください。見て,見て,見てもらいたくもないかもしれんけど、本当に苦しい時の、そのもう動画撮って、苦しいという話をした時に、えー、みんながね、助けてくれたんですよ。で、あまりにも苦しかったから、あの、寄付をっ募ったんですね。 寄付を募って、その代わりに、えー、子供向けの、あのー、授業をやるよみたいな形で、えー、クラウドファンディングというよりも寄付を募ったんですね。それで、そうすることで、だいたい50万ぐらい寄付が集まりまして、本当にあの時はありがとうございますって感じです。<laughs> はい、であの苦しい時に支えてくださったね会員さんの皆さんとか友人とか、まあ、家族とかね、古くからの友達には本当にもう感謝しかない。 一番苦しかった時その辛い時に、えぇ、ー、ミステずにそばにいてくれたから。それはやっぱ愛情を感じたね。うん。皆さんもそうやろ辛い時にそばにいるって。別にその辛い時の、その問題を解決できなくてもいいよそばにいるだけでもいいよ、まず。それだけでもいいんですよ。気持ちを分かってあげるだけでも。そばにいるだけでいいんですよ。その問題を何とかして解決しないといけないとか。ねそんなこと思わなくていい。別にね、思ってもいいよ。思ってもいいけれども、あのー、最低限そこにそばにいるだけ。 それでも十分愛情は伝わるとい、うことですはい9個目。寝る前の時間を一緒に過ごす。寝る前のひとときってスペシャルじゃないですかうん聞くところによるとね、リッツ・カールトンってホテルな、ね、一流ホテルあるでしょあのホテルで一番大事にしているのはシーツみたいです。あの、シーツ。布団っていうかシーツですよ。あのシーツって がちゃんとこう居心地いいかどうかっていうのを一番こだわってるみたいでまあそれっていうのはやっぱあの寝る一番最後その日一番その一日,日を過ごす一番最後の場所がベッドでありシーツなわけじゃないですかそのシーツが居心地悪かったらこのホテルこんかったらよかったとかは最悪やっていうね思いをしながら床についてしまうわけでなのでなのでその,いつその日の最後の えー、ベッド、そこをスペシャルにする、そのためのシーツは大事なんだというふうにね、そのシーツにこだわってるっていう話を、えー、誰かが言ってたような気がします。<laughs> すいません。<laughs> だいぶ、だいぶちょっと薄い情報になったけど、なんかそういうふうなことを聞いた記憶があります。はい、でやっぱ寝る前の時間ってスペシャルなんですね。 なので、まあ、されてると思うんですけど、ちっちゃいうちはね、寝かしつけに添い寝してあげるとかね、本読んであげるとかね、そんなんでもいいし、まあ、忙しい毎日でも、その時ばかりは5分でも10分でも時間をとって、えー、一緒に一日を締めくくれたら素敵ですよね。ね、素敵ですよね。まあ、そもそも一緒に寝てくれるのなんて、子供が小さい時だけですよ。うん、そうよ。もう、そうよ。小学4年生ぐらいになったらもう寝ないからね、男子は。まあ、わかんないけども、ね、人にもよるけど。 そうそう寝る前の時間を一緒に過ごす、まあ、忙しくて、まあ、仕事もあってバタバタされてるとかあると思うんですけども最後の5分5分一緒に過ごすそれでもチャラですまあチャラすべてがチャラにならないよ暴力振ってることがチャラとかならないよ <laughs> そういうことじゃなくて、まあ、最後その5分、えー、一緒に過ごすと過ごせれば、えー、愛情は伝わるんじゃないかなと思いますはい、えー、10個目役割を与えて任せるうんこれ前の方にもあったね えー、子供に選ばせるとか家族会議をする6と7にも近いんだけどなんか家の中でね子供が得意なことで、えー、何か役割を与えてあげる例えば綺麗好きなんだったらお掃除大臣に任命しようとかなんか面白いことを思いつくアイディアをどんどん思いつくのが好きだったらなんかあの次の旅行の企画大臣に任命しようみたいな感じでね <laughs> なんかわからんけど役割を与えてあげるんですよ でそれを、えー、得意なことで、ね、家の中の、あのー、役に立てる家族のメンバーの役に立てる経験をさせるということで、ね、役に立ったらありがとうって言ってもらえるわけでしょそういうふうに僕が誰かの役に立ったってその役に立ったっていう感覚貢献感っていうんですけどそういう感覚を味わわせてあげることであ自分はここにいていいんだっていう感覚であったりああ私はこんだけ愛されているんだっていうふうな、ね、愛,情する愛情を送るななんか家のためにするってことは愛を送る行為じゃないですか。 その愛を送るっていう行為をすることで愛されてるなっていうのを実感するんですね。これ不思議と。そう愛され、なんか、あなんだ愛情を、えー、愛されてるなって実感をするために、なんだろうなあー、には、その愛情をね、伝えることが大事なんですよ。これ実はね。自分が欲しいんだったら伝えることが大事なんですね。そう。 なので、そういう役割を与えて、することで、あ、誰々さんのためにってなるわけでしょ。そうなったら、その人周りにいるメンバーのことを考えたいね。その人のことを愛おしく思うわけで。そうすると、関係性が深くなっていくんですね。そうなの。自分のことだけやらす、じゃなくて、家族のために。 この家を心地よくするために何か役割を与えてあげましょうそうすればねこの家っていうのを自分ごとに捉えてあこの家いつも料理作ってくれてるんだねありがとうといつもこんな手間かけてくれてるんだあのキャラ弁作ってって簡単に言ってるけどなんかこうのりつお口お口のとこのりつくんのこんだけ大変なんやみたいな感じでね、えー、そういう普段ね、えー、自分は愛さこんだけ愛情を与えられていたんだっていうことを実感できますよねじ自分がそういうふうに家の役割をすることでねはい 11、子供の気持ちに共感する、うん、これすごく大事よね。まあこれはね、話を聞くっていう上でのもう基本姿勢なんですけど、何かね、アドバイスしたいとか、助言したいとか、何々しなさいって指示したい、ね、注意したい、色々とあると思うんですよ。色々とあると思う。だけれども、愛情を伝えることはすごく大事ですね。問題行動を直してもらうこと、大事なんですよ。でもそもそも、親と子の間に、ちゃんと愛情関係がなかったら、メッセージが届かなくなるんですよ。 ね、高学年になったらうっさいわとかもう話,してくれもな話してくれなくなるよ。話してくれもしなくなる。それ寂しいでしょ。なので、早いうちに9歳まで、10歳までの段階で、ないないしなさい、ないないしなさいとね、問題行動を直したいしつけの一環としてね、注意したい気持ちは分かるけど、それ以上に大事なことは、 えー、子供の気持ちに共感してあなたの気持ちが大事なんだよとあなたの気持ちを知りたいよというそういういメッセージを送ることかなと思いますあれしなさいこれしなさいというよりもまずは、えー、子供の話を聞いてあげて気持ちに共感する〇〇があって悲しかったのかなって、ね、順番抜かしされてイライラしてるのかなって、ねえー、体,体育の時間勝てなくて悔しいんだねみたいな形で子供の話を聞いてあげてその気持ちに共感してあげるということ。ははいそれは えー、そうすることでね、愛されているな、自分の気持ちが大事にしてもらえているなっていうふうに実感できるようになります。はい。あ半分終わった。半分終わったからちょっとお水飲みましょう。はい。ここまで聞いてくれてありがとう。チャンネル登録してくれた今の間にポチッとしてください。チャンネル登録ポチッとお願いしますね。で、おかちね、親も子も楽になる、緩める子育てっていう本も書いたんですよ。 これ2023年7月に書きました。えー、その本はね子育てにおける依頼だとか自分を責めてしまうその責めてしまうっていうその見えない鎖があるんですけどそれを緩めるためのコツとか子どもの非認知能力いわゆる自己肯定感とかコミュニケーション能力とかやり抜く力それを育むための声がけそしてコーチング術関わり方を紹介しています概要欄からチェックしてみてくださいはいそれでは12紹介しましょうか アルバムを一緒に見る、うん、これはやっぱ愛情伝わるわな。どうですかああこんだけ愛されていたんだって伝わらへんなあ僕あんなにちっちゃくて何もできなかったアイスクリーム一つね、えー、買いに行けなかった。 ねえ、それをね、アイスクリームこうやってスプーン入れてこう食べさせてくれたりとかね、えー、怪我してウェンウェンって泣いてんのをこう、よしよししてくれてたりね、お風呂入らせてくれてたり、ねまっす、まっすぐ歩けない中で、中でね、えー、ちゃんとここまで大きく育ててく,育ててくれたというふうにね、その、アルバムを見ることでわかるわけでしょどうでしょう、皆さん。どれぐらいの記憶ある僕はね、4歳ぐらいからの記憶は、 うっすらとあるんだけど、まあ3歳までの記憶もね、なんかマクドナルドで、えー、ジャンプして、えー、血まみれになったとかね、<laughs> なんかそういう悲惨な出来事を覚えてるんですよ。あの、あの保育園でね、ママが帰ってくれずに雷になって、ウェンウェンって泣いていたその時の怖い状況とかね、そういうのはなんか覚えてるんだけど、まあ、うる覚えじゃないですか。 だけどそういうアルバムを見るとね、あこの時はこういうふうなピーマンマンという役割、あそれ弟の話やけどね、<laughs> まあ例えばね、ピーマンマンという役割、主役やって、えー、緊張したけど、えー、頑張ったんだなとか、そういうのが分かるわけじゃないですか。ね、自分の成長も分かるし、何もできない状態の時にね、こうやって育ててくれたんだっていうことも、えー、伝わると思います。 なので、これを一年に一回やってほしい。うちらはね、正月に一回ね、こたつにアルバムを広げて、みんなでそのアルバムを見るっていうこと。では、エピソードの話をするって、エピソードトークをするっていうのをお決まりでやってましたね。はい、13。 子供の話を最後まで聞く。うん。11にも近いんだけど、遮らないってこと。ね。子供の話聞いてて、いや、それはあんたが悪いやろ。とか、ね。あいやいやいや、もっとこうしたらいいのにとかあ、じゃあ今こういう問題になってるのはどうしたらいいんやろうって、そういう風に考えたりしないってこと。わかりますえー、ではどうしたらいいのとか、それっていうね、左脳の,のアプローチなんですよ。左脳です。 えー、まあ、分かりやすく言えばね、人間の脳,脳って右脳と左脳があって、右脳っていうのは感情とか運動とか、イメージを司る領域で、左脳っていうのは論理的に考えたり、言語であったり、えー、そういうふうになんだろう、えー、理性の部分ですね,どうね。どうしたらいいのかって、その未来に対して計画を立てるとか、そういう部分ですね。で、あの、感ゃを起こしているときとか、不安になっているとき、感情的になっているときな子供が、そういう時は右脳が爆発しているので、あの左脳がね止まってるんですよ。もう停止状態。だから、 なんでこれしなかったのとか、こうしたらいいんじゃないっていう未来に対する提案をされても、右から左に抜けていくんですね。なので、なので、とにかくとにかく状況がわかるまで。で、子供の話に共感して、子供のね、えー、子供の感情がすっと外に出るまでは、えー、話を最後まで聞くということ。もちろん、もちろんね、えー、聞けない時もあるから、その時は、えー、じゃあご飯終わってから話してもらえるとか、そういうふうに約束するのもいいですね。はい、次は、 14。14まで来ました。叱っている理由を伝える。なあ。ダメなものはダメって言ってないね。大人になったら分かるから。これね、僕が一番嫌いやったんよ。ダメなものはダメってやつと、大人になったら分かるからってやつ。うん、いやいや今分かるように対話しようぜって話じゃないですか。ね。<laughs> なんでダメなのって。なんで6時超えて遊びに行ったらあかんのね。中学、高校3年生。 いいやん、ん5分、5分ぐらいのところやから、いいやん。ん他の、あゃその、よその家が迷惑やから、いや、よその家が迷惑やから、よその家がいいよって言ってくれてんねん。いや、それは迷惑なんだよ。わかれよ。てわけやわからへんって。<laughs> よその家がいいって言ってくれてんの、友達のお母さんがご飯作ったから、カレー食べに行こうへんって言ってくれてるの。いや、それはもうあかん。迷惑や。いや、迷惑じゃないって言ってるんやん。ダメなものはダメ。<laughs> ね、対話できないじゃないですか、それやったら。 僕の気持ちは大事じゃないんだ。僕の考えは大事じゃないんだってなっちゃうよね。そう。怒るときにはしっかり理由を伝える。ビシャって感情的に叱っても、叱った後、冷静になって後,後でね、あの時はこうこうこうだから叱ったんだよって。ちゃんと感情的に叱った後にでもね、冷静になってでもいいから叱っている理由を伝えるっていうのも大事じゃないかなと思います。はい。15。 笑い合えることをする、うん。これ大事だよね。一緒に楽しいことを共有する。楽しいことをする。これええわな。なあ、なんでもいいよ。運,運動がおすすめやけどな。僕はいつもあの山歩きの話ばっかすんねんけど。なあ、の、近くの低山行ってください。100メートルとか200メートルの、ね、低い山でいいやん。 そういうとこ登ってね、えー、なんか虫見つけたり、えー、美しいなと思うの写真撮ってみたりね、とにかく一緒に汗を流して、えー、体を動かす。自然の中でそれができたら最高や。もちろん自然が嫌いな人もいるし、運動が嫌いな子もいる。そういえばね、別に何でもいいよ、別にそんな。う、え、のー、でもいいじゃないですか。とにかくお互いが無理をせずに、我慢せずに笑い合えることをする。うん、それはね、もう本当は伝わるよ。あ、僕が楽しいことを楽しんでくれてるって。 これ愛情伝わるじゃないですか僕が楽しい僕が好きなことをお母さんが興味を持ってやってくれたって無理したらあかんで、ね、自,自分が我慢してたらそれ伝わるんでそうじゃなくてお互いが無理せずにあの楽,しみ楽しめることを知ってみるということこれ大事ですよねはい子供に上手に愛情を伝える方法22選161年に1回手紙を書くどうでしょう手紙書いてる 書いてないなぁ、これ手紙。なぁ。いやぁ、これはね、いや、嬉しいよ。もうめちゃくちゃ嬉しいと思うよ。まあ、僕は、僕は絶対手紙を書いてもらってなかったんだけど、あの、僕が嬉しかったのは、あの、なんていうん母子手帳っていうんかなあの、保育園でね、保育士さんとの交換日記みたいなのや,やるわけじゃないですか。 えー、大ちゃんは今日保育園でなんかこう人形を使って一人であおままごとしてで楽しそうやったみたいなこと聞いてで、ね、おおうちのママもね、えー、大ちゃんは今日ちょっと保育園行きしぶりがあったんだけどなんか行ってくれてよかったみたいなそういうやり取りをしてるねあのー、交換日記 みたいなの読ませてもらったんですけど、あれを見てね、やっぱ愛情を感じたね。うん、こんなこと不安になってたんだなとか、こんなこところまで、えー、気にしてくれていたんだなっていうことが伝わると、ああ、大事にしてもらえたんだなっていうのが分かったね。うん。まあ、母はそれを見せるつもりじゃなくて僕は勝手に見たんだけど、ね、それはめちゃくちゃ良かったねで。それをまあ見せてあげてもいいし、あるんやったらね、えー、子供の時こういうこと悩んでいたんだよって。 いう、そのやり取りの手帳を見せてあげてもいいしまあ。1年に1回あの誕生日でもいい。あのクリスマスでもいい手紙を書いてあげる。どうでしょうか？<laughs> ちょっと勇気いるかな？ここら辺は手軽にできへんかもしれんけど、まあちっちゃいうちだったやりやすいよね。高校生とかね。大学生の子に手紙を書くってなるとちょっとこう。 ねえ何を伝えたらっていうのはちょっと難しいかもしれんけど、もう1年に1回手紙を送るっていうのは、送り合うっていうこともね、もしできるんやったらそれは素晴らしいし、まあ、一方的に送るっていうことでも別にいいんじゃないかなと思います。これは嬉しいと思うよ。嬉しいと思う。うん、嬉しいと思う。僕は嬉しいな嬉しいけどじゃあ、じゃあ僕が手紙を書けって言われたら親にね、うん、ちょっと、ちょっと、ちょっとこれ、あれやな <laughs> ちょっと勇気がいるよな、うん、皆さんもどう親に手紙書いてる ねえちょっとそれはちょっとこう一歩勇気勇気というか何を書こうかなっていうのはちょっと時間かかりますよね手軽にできへんかもしれへんけどまあちっちゃいうちやったらやりやすいですねはい17 愛情あふれるるメモを忍ばせる、うん、これは手紙じゃなくて付箋みたいな形でね、えー、弁,当弁当を開けた時に弁当の上の蓋人ね、えー、今日もえ遠足楽しんでるかいみたいなことを入れたりとか I love you って書いてみたりとかね、えーえー、弁当おいしく食べてくれたら嬉しいなとかね今日の弁当のメニューは1、えー、おかっち卵焼きスペシャル2 おかっちブロ,コブロッコリーまみれ3、えー、スペシャルチャーハンみたいな形でね献立を書くとかでもいいしなんかそういう子いるでしょあそういう子っていうか、あのー、職場にいたでしょ、うん、あ女の子に、ね、多いと思うんですけどなんかどんなことにも付箋を、ね、ペタペタ貼って返してくれる子、うん、僕,に僕はそんなことできなかったんだけどこれっていいよねちょっとほっこりするよね手紙はちょっと難しくてもその付箋をペタって貼って、えー、やるっていうのはいいかなうん なんかこう置き手紙みたいなことも含めてね、付箋とか。これ、これやりやすいんじゃないですか、ねえー、っと鍵っ子のケース、だ子供が家に帰ってきて、子供がが、ね、家に帰ってきて、まあ、誰もいないってことがあ,あるでしょそうなったらそのリビングの上に、ねえー、置き手紙というか、えー、ここにバナナ置いとくから食べてねって書いたり、で横にこうリラのマークとか書いてたらいいじゃないですか。 まあそにね、文字だけじゃなくて、なんかちょっと絵とか描いてみたりとかして、そうすると、やっぱちょっとこう、ほっこりしますよね。嬉しいよね。なんか、なんかこう、愛されてるっていきなりそこまで感じへんかもしれんけど、なんかこう、そのひと手間がね、嬉しいなって気持ちになるわけじゃないですか。うん。こういうのは僕はどっちかっていうと、たまにするんですよ。たまにそういえばしてた、ゆうがちゃんに。うん。3ヶ月に1回ぐらいやってましたね昔は。今は1年に1回ぐらいやってます。うん。はい。 だからこれはね、子供だけじゃなくて、パートナーにでもいいよね。だからこうタイトルは子供に上手に愛情を伝える方法だけど、これ別に子供だけじゃないんですよ。パートナーでもいいんですよ。自分の親でもいいんですね。えー、職場の友達でもいいんですよ、ね。スキンシップ、アイコンタクトとかね。あらゆる場面で使えるから。でもまあ、あくまでもこの,この番組はね、緩める子育てっていうことだから、まあ子供に焦点を当てて、そういう話をしてますけどね。はい、えー、次は18。 特別感のある誕生日の演出をする。まあ、誕生日じゃなくてもクリスマスパーティーでも元旦でも何でもいいんですけど、たまにね、特別感のあるちょっと,ちょっとした夕食であったりパーティーをしてみる。まあ、誕生日が分かりやすいですよね。一年に一回のお祭りということで、なんかちょっといつもと違うようなテーブルクロスを引いてみたりとか、ろうそくとかね、垂、えー、らしてた、垂らしたらか。ろうそくをなんていうの,あの、つけてみたりとか。 ねえー、ちょっとこう仮装してみたりとかしながらちょっと特別感のある演出をするとあなんか僕愛されてるなって大事にしてもらえてるなってそう愛情を伝えるっていうとなんか難しいけど要は大事にしてもらえてるなって思,う思,う思ってもらえたらいいんですよでそのために具体的に何をしたらいいのかってここ書いてるんですよ一手間一手間加えるわけだけですよ、ね、ちょっと特別感のある 誕生日の演出する部屋を暗くしてろうそくにするだけでもね結構雰囲気出ると思うけどねうんちょっと音楽とかかけたりとかしながらねはい19子供の好きなことを一緒にするうんこれも笑い合えることをするってことにも近いんだけどこっちはどっちかって言ったら子供が好きなことね 子供が好きなことねさっきのはね、お互いが笑い合えることだったけど、こっちはね、子供が興味を持ってること。子供がバスケをやってたら、じゃあバスケのレッスンが始まる前に一緒にバスケをしてみるとかね、ダンスをやってたら、ちょっと一緒にこう踊ってみるとか、子供に教えてもらうとかね、どうやってやってんのあのクロスハンドってやつ難しそうやけどって言ってね、えー、ちょっと子供と一緒にやってみるとかね、子供が興味があることを一緒にするっていうのがこれ19だね。自分が好きなことを楽しんでくれてる、興味持ってくれてる、大事にされてる。 ね、そういうふうに思ってもらえるよね。子供が好きなことは何ですか、ね、子供が好きな道はどこですか子供が好きな道で帰ってみるとか、そういうこともそうですね。はい。20。あなたがいてくれてよかったと伝える。どうでしょう。まあ、これはいわゆる存在承認ですね,ね。お手伝いしてくれてありがとうとかね。100点取ってあな,たが、えー、あなたの子供で誇らしいよとか、なんかその行動に対する承認のメッセージ。 もう大事なんですよ。もう大事なんだけど、えー、それと同時にね、存在しているだけで OK っていうようなメッセージですよ。あなたがいてくれてよかった。そうだし、生まれてくれてありがとうであったり、えー、あなたがいると元気になるわとか、ぎゅっと、ね、ハグして、充電中、充電中、充電中。 あ,ありがとう。元気になった。今日も仕事頑張ってくる。って言って行ってみるとかね。なんか、あなたがいるだけでも私は嬉しいんですよ。というふうにね、思ってもらえるようなメッセージを投げかけるということ。存在承認ですね。何か行動してく,らしてくれたから OK。もちろん大事なんですよ。これもいい,い,いよ。これプラス存在。 してていいることへのメッセージを投げかけていく、ね。自己肯定感というのはまさにそれはね自分が存在しているだけで OK って思えるその感覚は自己肯定感だからそれを育てるためにもそういう声がけをしていくということで存在承認に対する声がけって何なんだろうってこうメモを取っておいてもいいよねメモをしておいて一日に一回はこのどれかの言葉を言おうって ね、あなたがいてくれてよかったと一緒にいると元気になるわとかね、えー、と、なんだろうな、生まれてくれてありがとうとかね、えー、あなたのお母さんで嬉しいとかね、ギュッとして、充電中って言ってみたいとかね。はい。あ、残り2つになりましたね。じゃあいきましょう。21、子供との時間を楽しんでいる。うん、すいません、15と一緒やな。うん、まあいいじゃないですか。大事なんですよ。それだけ大事なんです。あのー、子供との時間。 楽しめないっていう方がね、多いんですよ。えー、僕のところに相談来られる方はね、もちろんそうです。何かしら悩んでるから来られるわけで、えー、それは自分の仕事が忙しいであったり、子育てがうまくいかないであったり、えー、子育てに自信をなくしていたり、子供が言うこと聞かないとか、いろんな事情があって、子供との時間が楽しくない、子育てがもう嫌だってなってる方、しんどいってなってる方が多いんですね。うん。なので、その状況でね子供、子供との時間を楽しめるって言って無理なんですよ。無理なので、 ね、無理なのでね、えー、ここにいっぱい書いてる、22書いてるから、これ全部やろうと思ったら余計しんどくなる。<laughs> 余計しんどくなるから、えー、自分ができる範囲でね、できる限りで、その精神です。できる範囲でできる限りで、その精神で、えー、空いてる時間で、なんかちょっと子供が楽しいなと思うことやってみるとかね、えー、なんか子供の変化したポイントを見つけてみるとか、子供の可愛いいなと思うところをね、えー、ちょっと想像してみるとか、 自分自身がアルバムを見るのもいいよね。動画撮ってたら、ちっちゃい時の子供の動画とか、可愛い時の動画あるわけじゃないですか。そういう時をね、そういう時そういう写真とか見ながらしてて、ね、ああ、の時こんな風に可愛かったなって思えてくると、なんかほっこりしてくるわけでしょ。ほっこりしてくると、子供への見方も変わってくるじゃないですか。あれだめ、これダメっていうね、気持ちではなくて、ああ、この子がちょっとでも喜んでくれたらいいなって、ちょっと穏やかな気持ちに関わるでしょ。そうなんです。 親と子の間にしっかり境界線を引いてね、境界線を引いて、全部子どもの問題を親が解決しないといけない,いわけではないんで、ないんで、問題は子供が解決すべき問題なんですよ。ほとんどがね、ほとんどがそうです。命に関わること以外は、法律に違反すること以外はね、ほとんどは子どもの課題であり、親が何とかしないといけない。って、すればするほど子供がどんどん依存的になっていくんで、そうじゃなくて、しっかり線を引いて、子どもの問題は子どもに解決させる。 で子供が困って助けを求めたときにサポーターとして関わる。もうそういうふうに考えるだけで、えー、やるべきタスクがぐっと減ると思います。あれもささないと、これもささないとじゃなくてあ、子供が助けを求めたときにやるで。それでも宿題、習い事、宿題やらな,ないんだったら、習い事をやめるっていう選択でいいじゃないですか。ね、ちゃんと話して、ね。習い事に会話したい気持ちも分かるんだけど、えー、塾の課題できてないしえ、これだったらちょっとお金がもったいないと思うから、えー、ちょっと1ヶ月休んでみようかっていうことできるわけでしょ。 そういうふうにね、えー、あれもささないと、これもささないとではなくて、子供が助けを求めたときに、えー、声をかけるということ。であったり、えー、その状況になったときに子供に選ばせる。席の習い事の話ね。宿題やってない。うん、そ,れそ,れその状態でお金が持ってないもったいないとなったら、親の課題にもなるわけで。で、一歩踏み込んで子供に選択肢を与える。ね、そういうことも含めれば、えー、そういうことをすればね。 あ,のあれもしないといけない、これもしないといけないってうことが緩んでいく。そうすれば心のゆとりができる、時間のゆとりができるから、少し子供との時間が楽しめるんじゃないかなと思います。それこそね、親も子も楽になる緩める子育ての本では、そういうにどうやって緩めるのかって52個書いてるから、子供との時間が楽しくないとか、もっともっと子育てを楽しみたいという方、自信を持ちたいという方は、ぜひ概要欄からチェックしてくださいね。 はいそしてそして最後22自分の人生を生きているうんこれは今の話の続きなんだけど、えー、子供は子供の人生を生きていて私は私の人生を生きているで私はまず自分の人生を生きると決めること決めた上で決めるってことは自分とずっと付き合っていくってことなんですよ、ね、付き合っていく自分のことはもう、ね、ずっと嫌いやったら付き合えないわけじゃないですか私という人間 ととずっっ付き合っていく私は私の人生を生きるって決めた瞬間、私自身を愛さないとダメなんですね。そうじゃないですか。嫌いな人とずっというとずっと不快なわけで。自分の人生を生きる。自分を愛する生き方を選択するってことなんですよ。自分の人生を生きるってね決めるってことはね。そうしたときに、向き合わないといけないんですね、自分のこと。自分のことを知ることも大事だし、自分のいいところ、悪いところも含めてね。で、悪いところを見つけた。でも、私、こんなとこダメやあんなとこダメやって言ってたら、自分を愛せないやろ。嫌いになっていくやろ。 なので、なので、自分のできていないところも、自分のできているところも、ひっくるめてね、ちゃんと、えー、愛していく。つまり、今ここで紹介した22の方法を自分に対してやっていくってことなんですよ。自分の名前を呼ぶ、大ちゃん頑張ったね、おかちきょうグッジョブとかね、えー、自分のお風呂,お風呂でね体洗うときにスキンシップして、体頑張ったね、手頑張ってくれたね、親指いい親指してるね、みたいな <laughs> 感じでスキンシップして、えー、歯磨きのときにアイコンタクトして、今日も一日頑張ったね。 ね、他人と比べないというのもそうだろうし、えー、自分のちっちゃい時のアルバムを見てあの時はこんだけ苦しかったけどよ頑張ってここまで大きくなったなみたいな感じで、ねえー、ここに変えてき,た,きた1から21を自分に試してみるということ、ね、そうすることで少しずつ自分のことを肯定して自分のことを受け入れて自分のことを愛するそういう生き方を送れるようになるということでございます自分の人生を生きるもう生きていいんですはい ということでまとめましょうか。今日は子供に上手に愛情を伝える方法22選という形で紹介しました。ねえー、愛情を伝えるって意外に簡単やんって。なんかこれでも私でもできそうと思えることあったどうやろうスキンシップどう名前を呼ぶ。これできるでしょう。名前を呼ぶ。ね。1日3回呼んでみてはどうでしょう。名前を呼ぶ。 名前を読まずにあれやってこれやって早くしなさいとかそういうことじゃなくて、誰々ちゃん、元気そうだね。誰々ちゃん、何々だねっていう風に名前を呼んであげる。そういうことでもええし、何か一つでもね見つけてあげて、愛情あふれるメモを忍ばせる。ちょっとね、えーえーとか書いてみたいな形で、私、ええ、下手なんでとか別に下手でもいいんですよ。下手な方が安心するんです逆に。下手な方が安心するんですよ。完璧にしなくてもいいんだってなるから。 <laughs> なので何か一つでもね実践していただけたら幸いです。 はい。ということで、この番組では、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、子育てのイライラや、自分攻めを緩める考え方や、子供を自立させる関わり方を紹介しています、えー。明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方は、チャンネル登録ボタンをポチッと押していただいたら嬉しいです。で、この緩める子育てラジオ、このシリーズね、再生リストにあります。なので、そちらを見ていただいたら、もうずっと、ずっともう24時間お勝ちです。はい。 <laughs> まあ、今24本もないけど、まあ10本ぐらいかな。あのー、すでに10時間ぐらい取りためているので、もうタイトルに自分に関係ないと思ってても、もう聞き流してください。あのー、絶対どこかで繋がってくるので、そんな形で再生リストね、おかっちの YouTube チャンネルに行ったら再生リストってあるでしょ。あそこに、ゆるめる子育てラジオってあるから、それを開いていただいて、もうそこを URL でお気,にお気に入りとかしておいたらね、いつでも開けるでしょ。 掃除するときにそれをずっと流しておくとか、ね、そんなことしながらでもええと思いますはいそんな感じでぜひあの有効活用してくださいで、ね、今日は子どもに上手に愛情を伝える方法を紹介しましたけどうちではこんなことやってるでーっていうのがあれ,があればあのコメントしてください あどうか積極的にお願いします <laughs> で。皆さんで、ね、コメントを見ながらそうコメントでも学べるというような、ねえー、サイクルを作っていけたらいいなと思ってますのでそちらもよろしくお願いします。あと概要欄に緩める子育ての本の紹介、そしてやり抜くことを投げ出すこの習慣という本も書いてますのでそちらの紹介と、えー、ボイシーって僕毎日ラジオやってるんですよ。10分、15分のそちらでも、ねえー、ラジオやってますのでボイシーの案内、おすすめ放送も書いてます。 あと、公式 LINE もありますので、概要欄、ちょっとチェックしてみてください。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば、世界はキラキラと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。あー、シュークリーム食べたい。